方も諦めちゃったからダメだもんね。皆さんこんばんは。こんばんは。ロシアのウクライナ侵略反対、即時撤退、会見発議反対、辺野古新基地建設中止、敵基地、攻撃能力反対、命と暮らしと営業を守れ、 4.19 国会議員会館前暴動を始めていきたいと思います。毎週開かれている憲法審査会では、ウクライナの情勢を口実に緊急事態条項、そしてとうとう憲法9条のタブーなき議論をと維新が煽り立て、それに自民党が乗っかる形になっています。私たちはこの参議院選挙を全力で戦い、改憲勢力3分の2割を必ずや実現し、戦争廃絶に向けた日本の国際的役割への道を切り開いていきましょう。頑張りましょう。参議院井上聡さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党の参議院の幹事長を務めております井上聡です。戦争か平和か、世界でも日本でも問われる中で、この19日の日を忘れないと、こうやって集まった皆さんに心から敬意を表し、そして連帯のご挨拶を送るものであります。皆さん、ロシアによるウクライナへの侵略、無差別攻撃に本当に胸が張り裂けるような思いで映像をご覧になっていると思うんです。直ちに侵略をやめろ、その皆さんの思いを伝えたい。私先日、ロシアのガルージン駐日大使にその議員会館で会いまして、その皆さんの思いを直接伝えました。なぜガルージン大使と会うことになったのか。3月の6日にNHK の日曜討論に出まして、参議院の各党代表とウクライナ問題を議論したんです。みんな批判しました。私も言語道断だと言いました。そしたら数日後にロシア大使館から封筒来たんですね。中身にはこのガルージンさんからの手紙が入っておりました。宛先は日本共産党参議院幹事長井上聡閣下、こうなっておりました。宛名は丁寧なんですけどね。中身はね、 NHK いました、ウクライナ政権の批判をした上で、このウクライナ政権を擁護してロシアを批判するのは不公平で遺憾だと、ぜひお目にかかって率直な意見交換をしたいと望むとこだということを私は言いました。そして申し上げたんです。ロシアが行っていることは明確な国連憲章違反の侵略行為であり、市民や学校、病院、原発への攻撃はどんな戦争でも守らなくてはいけない国際人道法違反の戦争犯罪だし、そして核兵器をかざして威嚇をすることなど、唯一の戦争被爆国の党として絶対に許すことができないと抗議をし、中止を求めました。ガルージン大使はウクライナやそして NATO の批判を散々やった上で、この脅威に対抗するために自分たちは特別軍事作戦をやってるんだと、こうやって合理化しようとしたんです。私は申し上げました。我々も NATO の拡大には反対だ。だけど脅威があるからといって他国に武力行使をするような権利はどこの国にもない。明らかな国連憲章違反の侵略行為だと申し上げました。大使からは反論がなくて本国に伝えたいと、こういうことだったんですね。皆さん、大体日本のテレビ番組のあれこれの政党の発言に外国の大使はこんな手紙を送ってくるなんて聞いたことありませんよ。それぐらい皆さんのこの声を、日本国内の世論を、世界の世論を恐れている証拠ではないでしょうか。だからこそもっともっと侵略許すな、国連憲章を守れの声を広げに広げて、プーチン政権を包囲し、そして非軍事の人道支援、これこそ今強めるべきではないでしょうか。ところがこんな時に自民党や維新などから9条で
守れるのか。核兵器には核共有だ、力には力、日本も敵基地攻撃能力持つべきだ、こんな大合唱が始まっています。しかし皆さん、プーチンのような指導者が出た時に本当に取り返しが使えくないことになる。核兵器は廃絶する以外ないんじゃないでしょうか。そのためにこそ唯一の戦争被爆国日本が力を尽くすべきなんです。そして敵基地攻撃能力、基地だけじゃない、相手の中枢まで攻撃するべきだ。そのために自民党はなんと今の軍事費を2倍にせよと、こんなことまで言い出しました。そして台湾有事、日本が攻められてなくてもアメリカと一緒になって軍事行動をしていく、こういう流れです。それだけじゃありません。この間自衛隊の中で反戦デモや暴動を敵視をする、そしてこれを弾圧するための訓練まで行われていたことが明らかになります。皆さん、結局日本を守るためと言いながら、彼らがやろうとしていることは核兵器を持つこと、相手の中枢まで攻撃する敵基地攻撃能力、そして国民の弾圧ですよ。プーチンがやってること全く一緒じゃありませんか。守るためと言いながら、こういうまさに軍拡と国民の弾圧、こういうエスカレートこそ日本を一層危険に私は追い込む、こういう道だと思うんですね。今やるべきことは、国と国との紛争を絶対に戦争にしないために血のにじむような努力をする、そういう外交努力じゃないでしょうか。憲法9条に基づく徹底した外交努力、そしてこの北東アジアにも ASEAN のように紛争を戦争にしないためのそういう枠組みを作る、そのための努力を、憲法9条をしっかり掲げて今やるべき、今9条こそ出番だと思うんですね。皆さん、これをしっかり掲げて力を合わせて参議院選挙も戦い抜こうじゃありませんか。改憲狙う勢力に3分の2など絶対に渡すわけにはいかないんじゃないでしょうか。力を合わせて憲法9条を掲げ、平和なアジア、ウクライナに平和を、ご一緒に力尽くして頑張り抜くことを決意いたしまして、ご挨拶いたします。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。